中年オタッキーです。なんか一部緊急事態、緊急事態を解除するとか、なんかね、コロナウイルスの、感染が収まってきてるっていうことなんですけども、今日高速道路ね、今日何日だっけ、今日は5月の13日、なんですけど、今日走ってる感じだとね、もうすでにね、みんな気が緩んでるような気がするんですね。緊急事態を一定の地域で解除するってことなんですけども、まだ解除になってないのに走ってる地域じゃない車のナンバーをたくさん見るようになりました。明らかにね、三重県で関東のナンバーたくさん見たりとか、静岡で関西のナンバーたくさん見たりとかね、しました。結構怖い病気なんでね、僕のね、そのチャンネルの動画を見ていただいている方はまだ気を緩めないでほしいです。下手したら死んでしまう病気なんで、用心に越したことはないと思いますね。気持ちもわからんでもないんですけど、今日はね、この間ね、ライブ中に落札した、ニコン F2 フォトミック、こいつでね、写真を撮ってきて、それがね、仕上がってますんでね、その作例を交えながらお話をしていこうと思います。それでは動画スタート。はい、このね、ライブ中に落札しました、ニコン F2 フォトミックなんですけども、レンズがね、50mm の F1.4 オートニックコールのね、古いやつですね、50mm F1.4 がついてました。レンズはね、そんなにいい状態じゃなかったんですけどね、カメラはね、その外観と、内部の見た目はすごくいい状態でした。で、結局1万1000円で落札して、このアイピースのね、この部品がついてなかったんで、これが送料込みで980円だったかな。で、このカメラ自体の送料も700円ぐらいかかって、1万3000円弱ぐらいでこのレンズ付きのね、ニコン F2 フォトミックを仕入れることができました。で、露出系はね、一応ね、大体、正確な数字で動いてますし、いい感じだったんですけどね、高速シャッター、2000分の1はもう全然開いてなかったですね、3分の2ぐらい開いてなかったです。で、1000分の1もちょっとややばいかなと、いう感じでして、で、視聴者のね、小寺様にね、小寺さんなんかは F2 は相当詳しいということで教えてもらいながらね、マクソク調整を行いまして、2000分の1のね、横走りのシャッターのカメラね、僕ニュー F1 と F1 ぐらいしか持ってなくて、比較的信頼できるニュー F1 のマクソクと見比べながら、マクソク調整を行って、写真を撮ってきました。で、今から見てもらうんですけども、フィルムはね、ケントメアの400で、撮ったのかな、400で撮ったかな。ほんで、全体的にね、ちょっとだけね、なんかちょっと露出がオーバーかなと、ほんのりオーバーかなという調子の、写真が多くなってます。これね、ちょっと後から説明しますけど、全体的にね、マクソクが遅かったです。だいたいね、10% ぐらい、マクソクが遅かったです。レンズのね、性能はね、素晴らしく良くて、このレンズ、カビ跡が残ってたんですけど、逆光はちょっと無理かなって感じのレンズですけど、順光にするとやはりね、ニッコール、ものすごいね、シャープな切れ味でした。この時代はね、確か、キヤノンはね、すでにもう FD のスーパースペクトラコーティング SSC、のレンズを出してきてて、カラーではなんかキヤノンが強いって時代になってたらしいんですけど、カラーのキヤノン、モノクロのニコンっていう言うてる人も いるみたいなんですけどね、モノクロをね、ずば抜けて、いい感じで撮れてます。そのうちこれカラーでも撮ろうとは思ってるんですけどね。で、こんな感じなんですけど、マクソクを言ったら山間でね、調整して撮ってきたんですね。で、マクソク
そのちょっと不安だったんで、あの特にね、あの師匠の中田さんが2000分の1はどうもダメっぽいよっていう話もしてましたしね、まあ、こんなもの買いました。これねこれね、これ iPhone のね、これスピーカーのコードですかにつなげて、ここで光を受けると、まあ、光を受けたら 音が出るっていうねアイテムなんですよ。で強い光を受けると大きな音が出るんですね。でこれでね、シャッタースピードテストっていうねアプリを、iPhone に入れて、シャッタースピード調整をしたんですね。まあ調整をねする光景はこんな感じでね、カメラのねレンズを外して、僕予備系で iPhone 持ってますから、 iPhone のねライトを常時点灯にして、こっちから照らしてね、で見えねえや蓋どうやって開けるんだったっけ、もう忘れてるよ。あの こちらからね、シャッターテスターを、ちょっと今蓋開けてないですけど、あのあこれだこれだもうすぐ忘れる、こちらに、センサーを当ててね、まあテープで固定したりするのもいいでしょうけど、シャッターを切ってね、シャッターテストを、したんですね。で、まあ、1回目、つまり調整する前、はこんな感じでした。全体的にね、10% 前後、やっぱりね、シャッター速度がね、遅いんですね。2000分の1は1800何歩とか、1000分の1は890何歩とかね、10% ぐらいシャッター速度が遅いと。いうことでね、ちょっとテンション調整をしまして、マク速のテンションをね、両方とも張ると、まあ、シャッターマクの速度が上がって、シャッター速度が若干速くなるということで、自分なりにね、ちょっとシャッター速度を調整しました。結果が、こんな感じになります。2000分の1はね、ちょっと2011分の1ってちょっと速すぎる、感じになりましたけど、まあ1000分の1は980分の1。まあこんな感じでね、まあ大体、まあ大体いいかなーって感じになったんですね。まあ、ただ250分の1が、テンションをかける前とテンションをかけた後、速度があまり変わってない。これテンションは関係ないのかな、250分の1は、ちょっと詳しくは分かんないんですけど、こんなこと初めてやったんで、正確にねマク速を出すっていうのは難しいんだなとは思いましたけど、まあまあなんとか取れるかなと、まあ、このぐらいだったらなんとか取れるかなで、400のフィルムを入れたらもう500以下はねほとんど使わないことが多いんで、1000分の1で日中 F8 で切れてしまいますからね、ちょっと曇っても500の F8 ぐらいなんで、僕大体絞り8ぐらい絞って取る方なんで、まあまあこれでいいかなっていう感じになってきてます。で結局マク速調整したからまたテスト撮影しなきゃいけなくなったんですけどね、まあどのフィルムでね行こうかなと思ってるんですけども、まあ家の近所をねお散歩しながらね撮った今回の作例なんですけど、まあこんなもんかなっていうね感じなんですけどね、まあレンズのね性能はもう抜群にいいですね。もう古いレンズでもねニコンさんの、レンズの解像度は素晴らしく高いですね。でまあテストするカメラもまあたくさんあるんですけども、今日もたくさん積んでるんですけどね、まあおいおいねやっていこうと思っています。このカメラね、ニコンの主軸になっていくかな、今後もしかしたらリバーサルとかも入れて、撮っていくかもしれません。はい、今日のね動画はこんな感じですね。まあカメラ紹介というか、作例紹介ということになりますね。まあね、まあ撮っててねやっぱねいいです、やっぱフラッグシップ機、みんな何が違うんだって思うんかもしれないですけど、やっぱねファインダーのね出来がもうものすまずねこうファインダーの出来がめちゃくちゃにいいんですね。まあ、露出系も正確に動いて、ニコンのねカメラってね結構古くてもね比較的、露出系の精度が増しないような気がしますね。僕今までニコマート FTN とか、この間ねちょっといただいてニコマートの EL とか、他にもね F90X とかいろいろ F501 とか F601 とかいろいろ試しましたけど、露出系が狂ってるっていうカメラ多分1台もないんじゃないかな。全部正常値じゃないかな。露出系が狂ってるカメラ多分ないと思います。強いのかな。
あのたまたまかもしれないんですけどね、まあ本当に、ダメだったって人もいるかもしれないですけど、僕がね体験する限りでは、ニコンのカメラの付けはね正確ですね。さすがはニコンというところでしょうか。はい、じゃあ今日はこの辺で、次はね、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターがね、To the R402 さん、ですね、これ初投稿かな、初投稿ですね。カメラ、タイトルがね、今もいつまでもレディってことで、カメラニコン D700、レンズが AIS28mmF2.0、16対10にトリミングしてあるってことですね。2年前ね、旧車イベントで撮影、フィルムシミュレーションソフト DXO、フィルムパック4を使用し、画像にトライ X400 で撮ったような効果をつけていますということですね。確かにね、これね、ハイコントラスト、流浄感はほとんどないんですけど、ハイコントラストで撮られてますね。これ多分ね、フェアリティ Z の 240ZG ですね、L 型エンジンの 2.4 リッターを搭載した、車だと思います。オーバーフェンダーがついてますもんね、 G ノードついてますしね。これなかなかいじってありますね。まあノーマルの 240ZG とかもう現代ではなかなかないでしょうけどね、これイベントで捉えてことでね、車の状態もよろしいですね。見てみたいなこの車車好きなんでね、すいません。To the R402 さん、ありがとうございます。次が、一都市九さんの作品2枚、1枚目がね、タイトル家のツツジです。2枚目がね、映えるチューリップということで、カメラがミノルタ XD MD50mmF1.7、どちらもね、ケント名は100で撮られているんですね。現像の調子もなかなかいい感じになってまいりましたね。自家現像だいぶ、板についてきた感じですね。タイトルがね、花のタイトルって難しいですよね。あんまりなんていうんですか、カッコつけたタイトルにするとちょっとこそばゆい感じもするし、適当なタイトルにするとどうかなっていう感じもするので、花のね写真はね、タイトルが難しいといえば難しいですね。僕も花の写真にタイトルをつけたことがないんで、タイトルをつけろって言われたら難しいかもしれないです。はい、一都市九さん、ありがとうございます。次が次がズボラさんか、ズボラさんの作品、1枚ですね、タイトルはね、散る時、キャノン AE1、ニュー FD28mmF2.8、フィルムがね、アリスタエデュー200っていうね、フィルムを使ってますね。少しピントが甘い気がしますが、雰囲気が良かったので出させてくださいってこと。ミクロファイン原液10分現像してオーバーになったものを濃いめにスキャンしたものです。撮影データは記憶にありません。250の音で撮ったんじゃないかと思います。露出補正なしです。スキャナーはキャノンスキャン、9000F ということですね。これね、実はね、この間もちょっと言いましたけどね、私もちょっといただきました。結局ね、36枚撮りが綺麗にね、ジャスト6本撮れました。もう測ったように36枚片って聞く、カウント回った瞬間にスッと抜けたんで、うわぴったりだみたいな6本もね、フィルム撮れました。ズボラさん、ありがとうございます。これね、写真なんですけども、子供がね、歩いてる、ところで、僕的にはね、縦構図にトリミングしたいところですけども、まあこれでもまあいいっちゃいいですね。トリミングするにはちょっとピントが弱いのかな。これもしかしたらね、現像時間が長くてね、粒子が荒れた関係でちょっと緩い写真になったかもしれないですね。アリスタエデューのね、現像時間のデータ、一応いただいてますけど、とりあえずテスト撮影して、現像してみてね、また数値を出そうと思っています。はい、ズボラさん、ありがとうございます。次が、柿の木さん、の写真、首写真で2枚ですね。
あ、違うわ、組写真じゃない。1枚目がねステイホーム、2枚目がねソーシャルディスタンス、ね、カメラがね1枚目が、ニコマート FT2 ニコール SC オート 50mmF1.4、フィルムが富士記憶400、2枚目がねソーシャルディスタンスのがキャノンデミエス、富士記録400ということですね。我が家で猫を撮ったものです。仕草が妙に時期に合っていました。僕もそう思いますね。これね、猫がね両方ともねこっちを向いてないですよね。かまってほしい時はねこっちを向くもんですよ。で結局ねもうステイホームってね、もうずっと家にいるんで、なんでずっと家にいるんだろうって多分猫的には思ってるんじゃないか。猫ってね、その僕は飼ったことないっていうか飼えないですよね。僕猫アレルギーなんで、飼えないんであれなんですよ。ちょっとわからないんですけど、なんか秋っぽい動物っていうイメージがありますけど、もしかしたらその辺が出てるのかもしれませんね。はい、柿の木さんね、この時節ネタということでありがとうございます。はい、次がねドリームロコモーティブさんの作品、今回写真1枚送りさせていただきます。タイトルベタな写真ですがということで ねカメラがねファーウェイのノバ2、HWV31、スマートフォンですね。外出自粛でカメラを持ち出して本気撮りできないので会社への通勤途中に撮影、車欲も失われそうで気分が続いてますけど、手持ちのスマホでシャッターを切りました。しばらくはスマホ写真の投稿が続く。まあ全然いいですよ。これでもね写真にちゃんとなってます。構図もしっかりしてますね。好きな構図ですね。2対1の構図で、好きな構図になりますね。東京タワーですね。僕東京タワーのね写真ほとんど撮ったことないんで、まあ一応ねスマホで撮ったことありますけど、東京タワーってね、まあベタな写真ってことですけど、一体何人の人が何枚撮ったんでしょうね。この東京タワーの写真ってね、昭和30年代に確か完成してるんじゃなかったかな。もう何億枚って撮られてるかもしれないですね、もしかしたらね。まあ富士山とかもそうですけどね、被写体としてはねベタといえばベタですね。はい、ドリームロコモーティブさんありがとうございます。今日はここまで、1,2,3 名、の方がちょっと待機されてるのかな。1,2,3,4 そうですね、3名の方がちょっと待機されております。ちょっとね、ちょうどいいぐらいの流れになってるのかな。5名ずつね、1回の動画で5名ずつ紹介ということで、だいたい最近週に2本動画出してますんで、週に10名の方を紹介できる形になりますかね。はい、ではね、次がね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、俺のカメラはねちょっと比較的空いてますんでね、前回も紹介しましたけど、クスクスンさんですね、の俺のカメラ、リコーのね、ハーフカメラキャディ、私の動画でもね紹介されてるっていう、これなんていうんですか、後ろにねトランジスタラジオ、スタンダード思いっきり書いてありますけど、本当スタンダードなんです。トランジスタラジオもねキャディと同い年ということでね、前回もねアグネスちゃんのねシングルレコード、これもねカメラとレコードは同い年ということで、同い年で揃えてね選んでるんですね。なかなかやりますね。てかなんでこんなものを持ってるんですか、すごいですね。うわー、クスクスンさんね、なかなかのコレクターぶりだと思います。コレクターぶりの割にはね、その後ろに映ってるお家がねなんか綺麗っぽいんですよね。うちとえらい違いだな。まあうちはぐちゃぐちゃだって、僕の部屋なんかねもうね息子のね部屋を作った関係で、私の部屋物置だった部屋が私の部屋になってね、たまにね撮影で出てきますけど、ぐちゃぐちゃなんですけど。クスクスンさんねありがとうございます。次がね一都市九さんが、一都市九さんの俺のカメラ、ニコン FM3A2 台ということで、AIS50mmF1.4 と AIS45mmF2.8、
ということですけど、これ AIS のね 45mm っていうのでもこれ初めて見ました。これ変わったレンズですね。こんなレンズあったんだ、知らなかった。まあ 50mmF1.4 はよく見る、 よく見るやつですね。 FM3、ブラックボディとシルバーボディということでね、これ贅沢といえば贅沢ですね。同じボディで色違いで揃えたということですね。 FM3 でまだ結構の値段してるんじゃないかな。人気、まあ、ニコンのカメラ全体的に高いといえば高いんですけどね。これはなかなか羨ましい組み合わせで、一都市九さんありがとうございます。はい、俺のカメラはねちょっともう待機者はなくなってるのかな。あ、もう一人待機してるのかな。はい、じゃあ次はね、やったやっちまったのコーナーになります。はい、やったやっちまったのコーナー。今回はね、あの機材のやっちまったじゃないですけど、やっちまったですね。写真でのやっちまったです。これ僕もよくやりますけどね、この手のやっちまったは。以前俺のカメラでも投稿させてもらったマミヤの RB67 でやらかしたものです。買ってからネガで数本撮り、少し慣れたので思い切ってポジを購入。ピーカン晴れた日に犬山城や木曽川などの絶景を10枚撮り、すぐに現像に出しました。そしてほどなく仕上がってきたのですが、ワクワクしながらそれを見てびっくり、10枚中4枚ほどが半分以上真っ暗ではありませんか。後から発覚したんですが、これをフィルムボックスの遮光板を抜き忘れたまま撮影したことによる事故。本来 RB67 は遮光板がついたままだとシャッターが下りない仕様になっているのですが、実はちょっとでも開いているとロックが解除されて撮影できてしまうのです。慣れて油断してそのあたりの確認を忘れていたのでしたと。10枚の中では自分なりに良い感じに撮れたはずの写真が全滅とあって、その日はしばらく立ち直れませんでした。これね、今回ね、ニコンをね、F2 フォトビックで作例撮ってきたんですけど、実はやらかしたんですよ。作例の時には言わなかったんですけど、フィルム装填してね、これが回るじゃないですか、巻き戻しハンドルが。もうそれでね、安心して、蓋閉めて撮影してて、でカウンター見たらね、もう38ぐらいいってるんですよ。んとか思ってよく見たら回ってないんですよ。あれとかって外れてるんですね。つまり38枚、空打ちしてきた。でも頭にきて、ね、もう一回ね、もう一周散歩して36枚取ってきたというね、やらかしたんですね。結構ね、僕こういうことやるんですよ。1枚でも多く取ってやろうと思ってね、フィルムをギリギリにセットして、で、あ、これで大丈夫だってね、信じ込んでね、で、全然1枚も取れてない。結構やらかすんですよね。いや、皆さんね、フィルム装填とかね、その辺はね、注意しましょう。デジタルカメラと違ってね、撮影結果が出ませんので、気がついた時には手遅れ。みんなね、似たようなことをやってると思います。はい、今日の動画はね、こんな感じになるんですけども、今ね、いただき物のカメラとかもね、たくさんあって、今もう何台テストしてるんだ。ここね、α507SI、 これ持ってたレンズでね、2485っていうのをテストしてます。ニコンマートの EL もテストしてますしね、コンタックスの RTS もテストしてるでしょ。もう撮影終了して現像待ちがヤシカハーフ17、これがね、この間購入した、キャノン7ですね。ペンタックスはね、ちょっと、オリンパス PF にね、レンズを移植してテストしようかなとか、まあ、いろんな感じでね、テスト、してるんですけども、どれからテストしていいやら、わかんないような、多分ね、見てる方はね、結構羨ましい、って思ってるかもしれないんですけどね、機材代がちょっとね、先月から今月にかけてちょっとお買い物をしすぎて、カードが落ちるかどうかちょっと心配になってます。この間ね、カメラ買いすぎて嫁に怒られたところでね、カードが落ちねえから金貸してくれとか言ったら、もう嫁、この辺から角がドーンって入るでしょうね。まあ、なんとかなるでしょうけどね。はい、今日の動画はこんな感じです。いいねと思った方はね、ぜひぜひ高評価お願いします。この辺にね、また
かチャンネル登録ボタン出てきますんで、チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。で来週はですね、もう今週の動画はこれで終わりと思うんですけど、来週どれになるか分かんないですね。とりあえずヤシカハーフ17の写真も取り上がって現像待ちになってるし、他にもね、ハイマチックか、ミノルのハイマチックをカラーネガで撮ったやつも現像待ちになってるし、いろいろ上がってきて、キャノンの FT で撮ったやつも現像待ち、どれでね、次の動画行くか分かんないんですけども、来週は作例紹介を交えての話になっていくと思います。はい、今日の動画はここまで。また次の動画もね、しばらくお待ちください。最初も言いましたけど、コロナウイルスね、ちょっと自粛疲れでね、もうそろそろみんな遊びたくなってるとは思うんですけども、感染するとね、死ぬ可能性がある病気です。僕が知ってる人、僕の視聴者の方、一人も死なせたくないです。そんなわけでね、もう皆さんね、もし外出するとしても十分な防衛策をとってね、お出かけください。できれば外出はねしない方がいいと思います。もうね、自分のね、なんで見える範囲ぐらいでできれば行動してほしいですね。はい、今日の動画はここまで。それではまた次の動画で会いましょう。ごきげんよう、さようなら。